日本代表で最も脅威だった選手は。日本代表はパリオリンピック初戦パラグアイと対戦。南米王者と言われる相手に日本はなんと5点を取り圧勝。これにはパラグアイメディアも驚愕の声。そして試合後にはパラグアイを指揮しているカルロス・ハラサギエル監督が日本代表の脅威だった選手について発言。今回は U23 日本代表とパラグアイの試合を振り返ってご紹介をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。日本の圧巻の攻撃力。日本代表のスタメンは小久保、レオ・ブライアン、関根、木村、高井、大畑、山本、藤田、水戸、細谷、斉藤、平川選手。日本は今大会出場チームの中で唯一オーバーエイジを使ってない国となっており、大会前は様々な反対意見が言われていました。しかしそんな反対意見を全て跳ねのけてしまうような活躍を披露。前半19分、左サイドで斉藤選手のスルーパスに反応した大畑選手がマイナス方向にクロス。このパスを受け取った水戸選手はファーサイドに打つと見せかけてニアサイドへの見事なシュート。これで日本が先制をします。そして前半25分、パラグアイのビエラ選手が平川選手にパスをした後に足首を踏みつけレッドカード。平川選手は一時は大丈夫かと思われましたが、7分後ピッチに座り込んでしまい自らプレーできないことをアピール。担架で運ばれ佐藤選手が代わりに出場。何度も日本はチャンスを作るも前半は1対0で終了。そして後半に日本の圧倒的な攻撃力を披露することに。後半18分、エリア内で斉藤選手が華麗なドリブルで相手選手を抜きクロス。中で待っていた水戸選手がコースを狙ってヘディングでゴール。追加点を取った日本は後半24分、右サイドを突破していた佐藤選手がマイナス方向にクロス。斉藤選手がゴールに背を向けた状態で受け山本選手にパス。山本選手は左足を豪快に振り抜きゴール左隅に入り3点目。後半36分にはフリーキックから途中交代の藤尾選手がヘディングで合わせて4点目。そして後半42分には戦意喪失に近い状態となったパラグアイのディフェンス陣の間を細谷選手が藤尾選手に向けてスルーパス。藤尾選手はゴールキーパーと1対1を制して5点目。このまま試合は終了し日本は5点を取り圧勝。この試合は日本の圧倒的な攻撃力を発揮することとなりましたが、ディフェンス面も無失点で抑えることができました。小久保、レオ・ブライアン選手は積極的にボール回しに参加。相手からのプレッシャーがある状況でもロングボールは蹴らずにディフェンスにボールをつないでおり、日本の攻撃の起点につながることとなりました。また後半30分には大畑選手のバックパスが相手に取られると、小久保選手は冷静に相手選手をサイドに追いやるようなポジショニングを取りシュートストップ。その後のコーナーキックでもハイボールをしっかりとキャッチをして日本の危機を救いました。小久保選手はシントトロイデンに加入することが決定していますが、今回のパリオリンピックで今後も活躍をしていけばヨーロッパのビッグクラブからも声がかかることがあるかもしれません。そして試合後パラグアイメディアは日本を大絶賛。パラグアイメディアではオリンピックで屈辱的な初戦という見出しの中で、パラグアイの恥ずかしい初戦、日本に0対5で完敗、ビエラの退場によって途中から10人で戦わないといけなくなってしまった、もしこの退場がなければ状況は変わっていたかもしれないと言いつつも、アジアカップで優勝をしてアジア王者となった日本は数的優位を生かしながら積極的にボールを持って支配し始めていた。3点を取っても日本の勢いは止まらず、パラグアイは日本のプレーの質やスピードに遠く及ばず完敗を喫したと紹介。そしてスペインメディアでは、56年ぶりのメダル獲得を目指す日本にとって非常に幸先のいいスタート。最初の15分間、パラグアイは自陣からほとんど出ることができなかった。日本がボールを持っていることによって徐々に体力を失っていった。後半はパラグアイは状況を変えるために積極的にプレーをしていたが、それも続くことはなかった。一旦力がなくなっていくと日本の攻撃は容赦なく襲ってきたと紹介がされました。今回の試合ではゴールももちろん素晴らしいものがありますが、常に自分たちでボールを持ち試合展開をうまくコントロールすることができました。森保監督が以前日本代表の目標とするサッカーとして相手よりもボールポゼッション率を高くすることと言っていましたが、南米王者相手に見事それをやりのけることができました。ファンからは今回の試合について、
日本が強すぎるのかパラグアイが弱すぎるのかよくわからないぐらいの戦力差。今回の試合を見ているとメダルを取るところまでいけるんじゃないかと確信できた。正直男子はグループステージ突破難しいと思ってたけど、今回の試合を見たら完全に前言撤回。2時間しか寝ることができないけど、日本が勝つことができてエネルギーを分けてもらえた。といった声が。今回の勝利はサッカー日本代表としても非常に重要でしたが、それ以上にパリオリンピックに出場する日本選手にとっても大きなものであったと思われます。パラグアイ監督の発言。試合後、パラグアイのカルロス・ハラサギエル監督がコメント。日本は非常に強いチームだった。アジア王者ということもあり、しっかりと守備をした上で試合を作っていこうとしたが、ビエラの退場で全てが変わってしまった。その後は日本の猛攻を守りきることができなかった。日本との試合ではゴールを決めた水戸や藤尾も素晴らしかったが、斉藤、藤田の活躍も際立っていた。斉藤はサイドから積極的にドリブルで崩してきており、対策をすることが難しかった。藤田はいろんなところでボールを受け取っており、そこから攻撃の起点を作られた。日本は常に統率が取られており、崩すことはできなかった。と称賛。藤田選手は積極的にボールをもらいに行き、またチャンスになるようなパスを出していました。そんな藤田選手は試合を振り返って、良い流れに乗れると思うし、内容的にもすごく良かった。得点の取り方もセットプレー、カウンターとバリエーションあって内容的にも良かった。チームとしてもアグレッシブにサッカーができた。そういったところで相手を上回れた。とコメント。そしてこの試合で2ゴールを決めた水戸選手は、初戦、勝ち切ることができて良かったなと思います。前半、左サイドから自分たちが狙いとしているポケットを取って、大畑選手から折り返しをもらってトラップしてみたらフリーだったので、時間がありすぎたんですけど、うまく決め切ることができて良かったです。と先制点について話をして、試合全体については、できた部分とできなかった部分があった。ボールロストもあったので、改善していきたい。まだまだこれからなので、次も勝てるようにまた良い準備をしていきたいと思います。と残りの試合でもしっかりと勝っていくと意気込みを語っていました。そして大岩監督は今回の試合について、パラグアイから一人退場者が出るのが早かった。この試合は特殊であると、もう一回認識した上でね。しっかりと次の試合の準備をしたいなと思います。もっともっと質の良い試合をすることはできたのかな。と勝利することはできたものの、相手が一人少ない状況であったことであると冷静に振り返っていました。また得失点差ということだけを考えれば理想的ではあるんですけど、何度も言うように相手が10人だったということをしっかり初戦の評価に入れないといけないなと思います。ボールポゼッションが高かったのも一人少なかったのでボールを握れた。少しネガティブなプレー選択をする時間もあった。一回修正しなきゃいけないし、もっと質の高い試合をすることができたのかなと思っています。新たに11対11のシチュエーションを描いてマリ戦に向かいたい。と再度強調をした上でマリの試合について意気込みを語っていました。日本は今回5点を取り圧勝。しかし大岩監督が言う通り、気を緩めることは決してできません。同じグループであるマリとイスラエルは1対1の同点となっていました。日本は次マリと対戦をすることになりますが、一体どのような試合を披露してくれるのでしょうか。皆さんの日本代表に対するコメントもぜひ教えてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみにお待ちください。